はい、皆さんこんばんは。アップルの新商品説明会ありましたね。な、気になったことっていうか、まあアップルウォッチは2015年の早い時期に発売されるみたいっていうのと、まあ iOS と OS X についてと、 OS X にはたくさんの機能がありますという話や、iOS 8.1 は10月20日にアップデートされるよっていう話などもね、結構いっぱいあったと思います。あ、個人的に期待してるのは iOS 8.1 と OS X のヨセミテの結びつきが結構強くなるみたいで、はい、それがすごい楽しみですね。どうなるかで、はい、一応 iPad mini 3と iPad Air 2が、紹介されたんですけど、iPad mini 3の方はですね、なんかそんなに変わってないと思いました。なんか変わったことっていうと、なんだろう、まあ、A7 と M7 モーションコプロセッサーみたいなんで、これって iPad Retina と今回の新商品同じチップを使用してるみたいですね、はい、なんか違うことって言ったら iPad mini の方は何かな、指紋認証センサーがついたぐらいじゃないですかね。特に変わった違いはないと思います。はい、で iPad Air 2の方も、まあ、iPad Air と比較して、なんだろうな、まず多分液晶がすごい綺麗になってるらしいんですよ。解像度は一緒ですよ。綺麗になってるのと、厚さがめちゃくちゃ薄くなってます。 iPad Air は 7.5mm だったのが、 iPad Air 2では 6.1mm となってます。めっちゃ薄くないですか、 6mm って。で重さの方も iPad Air が 469g に対して、iPad Air 2は 437g となってます。で iPad Air 2のチップの方がですね、 A8X と M8 モーションコプロセッサーなんで、まあ、iPad mini 3を買うんだったら iPad Air 2の方がいいんじゃないかなと思いました。もちろんあの指紋認証センサーもついてますね、はい、であとカメラの方が今まで5メガピクセルだったのが8メガピクセルになってるみたいです、はい、まあ、もちろんスローモーション撮影したりだとか、バーストモード連写ですっけ、あれがついてるみたいですね、はい、Wi-Fi の方が爆速になったんですかね、はい、まあ、そのぐらいですね、なんか変わったのって。あとプロセッサーが A8X になったことで、普通の iPad Air と比べてグラフィックスが 2.5倍、 CPU が 40% 速くなったみたいです。はい、まあ、これだけでもね、 iPad Air 2は買う価値があると思います。なんか特に気になったのはそれぐらいですかね、新商品発表会って。なんかあんまりパッとしない内容でした。 iPad mini 3はなんかもうほとんど変わってません。 iPad Air 2は、まあ、買ってもいいかなとはちょっと思いました。はい、まあなんか最近ちょっと思うことなんですけど、最近 Apple ちょっと変ですよね。はい、と発表会ごとにアップルの魅力がなくなっていくみたいな感じですね。はい、今回もなんかちょっと残念な発表会でした。性能も大事だとは思うんですけど、なんか OS をもっと軽くしてほしいですね。はい、でまあよかったらチャンネル登録お願いします。はい、最後まで見てくれてありがとうございます。